キューバフの良くないところって、キューのバッファーが本当にいないところなんだよな。ってことは、まあ、一回帰って、おい。ねははー、クソゲーそれはさ、もう、無理なんよ。運営よ。それは無理だよ。あ、けど無敵貫通みんなに付与するのありか、よくよく考えたら。な、そういうやついたっけ。あ、ホームズがいるやん。あ、ホームズどうなんだろうな。まあ、クリティカルでぶん殴っていくんだったらありか。なしではなさそう。コマンド運悪い、マジで。コマンド運が良くないね。ん？あ、普通に弾かれた。悲しい。まあこれで。エトセトラエトセトラ。無敵貫通のアーツバフ、キャストリアと自身だけだったらどれぐらいになるんだろう。あー、けど飛ばせる。あー、有利クラスだったら飛ばせるのか、ちゃんとアーツで。まあ悪くはない。切実。うわぁ。おぉ。いや、これ大事だよなぁ。やります。任せて。さすがに。おぉ、いい火力だ。なははーん。おい。それはもう、何もできんぞ、僕。ただあれだね、これクロス杯よりもやっぱり無敵貫通霊装とか使っていかないとちょっとここ辛いから、無敵貫通霊装はこれ必須だね、ガチで。弱体無効か、シンプルに弱体無効でもいいか。まあクリティカルでどんどんどんバーンが楽かな。クリティカルでどんどんダウンしていくか、まあホーグガンガン連発していくかのどっちかだね。やめてください。ちょっと待って、そう、痛い。これあれだな、さすがに。うわ、しかもコマンド悪っ。スタン対策しないといけないけど、スタン対策が毎ターン毎ターンできるキャラクターがいないんだよな。アスクレピオスぐらいか、宝具回して。ってなると、アスク、HP 回復要因になるから、いや、足りんなー、けど結局、足りんなー。しかも、すごい困っちゃうのが、ここでスタン食らってるのが、ガストリアというかエリセなんだよね。エリセなんだよね。溜まってるのが、ってなると。いや、こうしかないよな。さすがに、きついな、ギミックとして。カマソストくんが、こんだけ楽しか、あんだけ楽しかったなって思うけど、これマジめんどくさくなったら、ちょっとレイジ使おうかな。レイジじゃねえわ。あれ使うのありだな。うわ、ブレイクガッツかーい、君。あー、無理だよ、それは。それ無理だよさて、どうするか。まあ、無敵貫通、過激を NP チャージ。これはどうするか。あいつは特に何もやってこないやつだから、別によくて、呪い発動しないか。過激
すがにな、これはつらいな。おお、よかった、耐えてほしいな。おや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 、うん、力は貯めておく。うん、あ、ガッツくるー、ガッツくるー、ガッツだよなー、これ。こうしておいて、あ、けどそうか、過激用で、1回分弾いたらいけるか。ガッツあれ解除できるよね、強化解除ならばできるから。倒れるよね。おお、怖い。もう一回。おしおしおし、ブレイクできた、ブレイクできた。オッケーオッケーオッケー。またスタンしたー。で、そいつらどこ行くんや。お、あー、危ねー。あ、やっぱラストそこさえやればよかったのか。危ねー危ねー危ねー。セーフ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 。これでいいか。よし。マシュ入れないといけない。まあ、大統領で戦うんかな。まあ逆に、入れ替えられなければ別にいいんだが。お、続きだ。おう。やっぱ入れ替わるのね。ははーん。いいよ。また無敵ついてるね。おお、やっぱずっとこれ無敵つくんだ。鬼畜だね、本当に。シンプルに鬼畜だね。過激をは死なずと。うん、これどうしよう。なんかいきなりドーン、ブレイクでしょ。いきなりなんかドーンってやってきそうな気がするんだよな。けど無敵撃ったところで意味ないもんな。まあ一応無敵だけ撃っとくか。気持ち撃っておいて損はないだろう。行こう。33万ぐらいだったら多分飛ばせる。けど、あれ、ちょっと待って。よくよく考えたら強化解除入れるんだったら、過激を別に無敵貫通防具じゃなくてよかったよな。って、今思ったが、まあええか。あ、またいつも通り恐怖か。まあ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 。コマンドとしては2回か。あー、英雄作成しとこ。よし、とりあえずこれで OK。 ブレイク。お、スタンしないで、マジで困るから。天と地属性特攻強い。うーわー、おい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 、そういう系ね。宝具封印ですか、無敵ですか。いろいろやってきますね。そうか。こいつらけどどうせあれでしょ。うわ、ターン終了時にっていうめんどくさいやつか。いや、宝具封印やってくるのやだな。けどここはね、多分、過激用の宝具封印を解除して、過激用で殴る。で、敵がルーラーだから、過激用は生き残ってくれるから、ターゲット集中でどっかに飛んでくれるし、なんとかなる。行こう。楽しそうだな、本当に。ほぉーって言って。本当に楽しそう。で、まあ、宝具でしょ。まあここでやられるのは仕方がないな。なんかさ、鎧の色とさ、宝具の色ちゃうよな。あ、違うわ、天と地属性特攻入ってるから火力がめちゃくちゃ高いんか。シンプルに危ねえ、ギリギリ耐えたけどスタンしてる。うん、オルガマリ、宝具はさすがに
もう撃てないか。じゃあここでいろいろやっといて、あ、ファイルバンカー無敵貫通がなんかあったよなこの子。そういえば、そういえば理論。クリティカル威力は確か1回だけアップする。え、バスターのクリ威力を1回アップか。お、じゃあ、あ、そうか、よくよく考えたら、あ、俺がマリーに無敵貫通あるじゃん、使えばよかった。もったいな。あはーん、ちょっと待ってよ、ずるいってそれ。ねえ、過激用でさ、宝具打たせてよ。どうしようかな。どれをなんか、どれがどういうやつだったかちょっと覚えてねえ。こっちで、こうで、こうだよな。で、ターゲット集中しとかないといけなくて。で、俺がまあ、すごいアーツ得意やね。キラッキラに殴って。やっぱ火力としてはそこまで高くないな。恐怖するんかいお前が。君が恐怖になるんかい。クリティカルいった。さあ、そして出てきたまさかのレディーアバロン。どうして、無敵打っても意味ないけど、ここ打っとかないと死んじゃうので打っておいて。うわー、過激をそっちにコマンド行っちゃったか。けどまあいいでしょう。これ、この感じだと大統領とかうまいこと活かしながら無敵貫通やって殴っていけっていうことだと僕は思うんだけど、もうちょっと大統領の火力高くないと辛そうだな、さすがに。うわ、8万5000か。全然削れてねえけど、クリティカルの方が削れる、強い。え、ついでだったら、過激用に。オーケー。なんでそこでいかへんねや、マジで。さあ、最後。ガッツ打っといて。お、コマンド運よかった。なんかある？特になんもない。あぶね、ガッツついてないよね。オッケー。クリティカルはやっぱ過激用強いな、有利クラス取れてるから。え？また後でだとか言って死んでいきやがった。はい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 。